こんにちは。今日はですね、トレーニングにおいて、一番大事な意識ですよね。これについて、喋っていこうと思うんですけど、またどうせね、気持ちがどうとか、根性がどうとか、いう話を、するって、いうふうにね、思ってる人もいるかもしれないんですけど、今日はそんなことじゃないんですよ。もっと理論的というかね、そういう話になるんですけど、トレーニングって、パンプさせた方がいいかとか、重いの持った方がいいかっていう、なんかそういう、二項対立じゃないですけど、そういうものがあると思うんですけど、このパンプさせることも重り持つこともその手段にしか過ぎないんですよ、トレーニングにおいて。でそのじゃあ確固たる目的は何かっていうと、筋肉を破壊することなんですよ。もう至極単純な話で、筋肉が破壊できれば筋肉が大きくなる。もちろん栄養とか睡眠はあるけど、そのトレーニングにおいてできることって筋肉を破壊することだけだし、それが一番大きな目的。だからそのとりあえずね、トレーニングによって筋肉を破壊すれば、体が大きくなるんだっていうふうに考えるべきなんですよ。ただそういう二項対立のような状態になるっていうことは、そのパンプさせることがもう手段じゃなくて目的になってる、重量持つことが手段じゃなくて目的になってる、そういうね、そういう頭でやってるになってしまってるね、場合がやっぱり多いと思うんですよ。大事なのは破壊なんですよ。世の中にはね、本当にこう側近優位でね、すごい側近性に富んだね、もう何千分の1っていう確率の、遺伝子を持ったそんな人もいるんですよ。でそういう人っていうのは本当にパンプさせるだけで筋肉が破壊できて、どんどん体が大きくなっていくんですけど、ほとんどの場合そうはいかないんですよ。じゃあその破壊するためにはどうしたらいいかっていうと、その高重量を持つんですよ。まず高重量を持って、でなおかつそれを、負荷を抜かないように対象筋にその重さを当て続けたまま限界まで押すっていう、もうこれなんですよ。これが正解なんですよ。これが一番破壊度が高いんですよね。だからそれを意識してほしいんですよ。だからその、重いの持ったら効かせらんなくなるとか、軽いの持ったら効かせられるっていうんじゃなくて、トレーニングに関してはもっと貪欲になっていいと思うんですよね。その、重い重量だけどこれを効かせるんだっていう。もちろんその怪我とか、いろいろあるだろうけど、限りなくその健康に近い状態なんであれば、重さも効かせることも、すべてね、追い込みももちろんそうですけど、すべて求めちゃっていいというか、それがトレーニングだと思うんですよ。やはりできる、その、ことっていうのを増やしていくっていうのがトレーニングだと思うから、その最終的には重いの持って、それを効かせて、なおかつ、力のすべてを出し切る、追い込み切るっていうことができるようになれば、その時点で筋肉に対する破壊度っていうのは、他のどんなトレーニングより大きいわけですよ。で、これはもちろんその物理的な破壊の話ですよ。で、やっぱり筋肉ってその化学的破壊も、もちろん重要になると思うんですよね。その化学的破壊っていうのは、いわゆるパンプさせるトレーニングですよ。20レップ、30レップ、時には40、50レップぐらいやって、で、その筋肉中の、酸素濃度を低くして、したりとか乳酸を貯めたりして、筋肉内の状態を悪くする。っていうことによって、その状態に、その状態に耐えようとして筋肉が大きくなる。っていうのも、これは、紛れもない事実なんですよ。で、こっからは僕の感覚の話になるんですけど、その物理的な破壊、
思いの持って聞かせるっていうトレーニングが、あのトレーニングの8割型9割型を占めちゃっていいと思います。あのその物理的破壊なんで、あの収縮点で負荷が乗る種目とか、ストレッチで負荷が乗る種目とかの同じような動作、同じ、まあ、ストレッチ種目収縮種目っていう同じ分類だったとしても、そのまあバーベル持つのかダンベル持つのかっていうところで、あの筋肉の減りに効くのか筋肉の真ん中の方に効くのかとか、全然そういうのって変わってくるんで、だからその物理的破壊を求めたトレーニングを、9割やって、で最後に、軽いのでパンプさせて後回数やって締めるっていう、これがもう本当にもう何十年って言われてきたトレーニング論じゃないですか。論っていうか、もうこれが普通みたいな、ザ・セオリーみたいな、そういうトレーニングがあると思うんですけど、やっぱ僕結構やっぱいろんなことやってきたけど、うん、これがやっぱ正解っすよ。うん、これが正解なんですよ。ただそのやっぱり高重量を持ってパンプさせるっていう能力も必要になってきますね。うん、高重量を持つとパンプしないって思ってる人多いと思うけど、ちゃんと聞いてたらね、パンプするんですよ、高重量って。全然むしろ軽い重量でやるより、圧倒的短時間でパンプしますよ。そのずっと力、全力で力入れ続けてるわけだから、ベンチプレスとかだったらね、こういう風に常にこう負荷を与え続けて、なおかつその負荷っていうのは自分が力の発揮できるかなり限界に近いものですからね。だからそういうトレーニングをものにできたら、もうそのあえて自分からパンプさせに行くような、そんな高回数のトレーニングってやらなくても良くなってくると思うんですよ。まあそのもちろん形を作る、筋肉の形を整えるっていう意味では大事かもしれないですけど、筋肉を大きくしていくっていう中で、大きくする破壊するっていう目的として、そのわざわざ高回数のねトレーニングをやる必要がなくなってくると思うんですよ。そういう、高重量でなおかつ効かせるで追い込み切る、これができるようになりさえすれば、とりあえず筋肉のサイズをつけることができるんですよね、っていう感じですね。まあだからその、今日伝えたかったことをまとめると、その、パンプだろうが、その高重量だろうが、最終目的は筋肉を破壊するっていうことなんですよ。だからその破壊に向かって、自分がより、強く筋肉を破壊するためには何をやればいいのかっていうことを、まあいろいろ試して、まあ、そこをある程度結論付けてほしいっていうことと、でもう一つが貪欲になっていいよってことなんですよね。高重量持つから効かないとか、パンプさせるから重り持てないっていう考えじゃなくて、重り持つけどパンプさせるんだとかね、高重量持つけど効かせるんだっていう、本当そういうもう貪欲に自分ができることを増やしていくっていう、このっていうことですね。この二つですね。うん、まあ、これらがね、できるようになれば、絶対筋肉大きくなると思うんで、今日はそういう感じです。